いくよ。あ、痛い。せーの。せーで。せーの。何これ。せーの。せーで。せーの。やべえよ。だからなんでグーなの。さん、はい。クレマグです。おはようございます。ウランです。太郎です。今日は何をするの？やっぱさ、日頃さ、もう結構ずっと一緒にいるじゃん。うん、仕事も一緒、撮影も一緒、うんうん、ずっと一緒にいるんですよ。あの、だいたい 80% がウランを占めてて、便器。エアが 20% なんだけど。じゃあ、こんな感じで終わりたいと思います。年明けてからもうずっと一緒にいることが多いんですよ、うんうんうん、でもね、そんなに喧嘩っていう喧嘩をしないじゃん、うちら。やっぱ3人とも仲がいいし、一心伝心、テレパシーってやつじゃん。ちゃ一心伝心、テレパシー、これで一つのフレーズね、うん、うちらって一心伝心、フレーズ一心伝心なんだっけ。テレパシー、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 テレパシーじゃんか。だから、ウワウランジンだから、ウランジンマジがつくあいつってなったら、うん、みんな頭の中で確かにうるさい人、やばい人、マジクソ人、怖い怖いってなるじゃん、うん、だから多分そういうテレパシーかな、あるから喧嘩しないんだと思う。でもやっぱり日頃思うことってあると思うの。でもそれってさ、直接言えないわけよ、うんうん、それを今日は、うん、体で表現しようと思う。まあ面白おかしくね、体で表現すれば、うん、まあ、ちょっときついことでもちょっとは柔らかくんじゃないかな、うんうんうん、今日はそのジェスチャーで気持ちを伝えようっていう企画です。なるほどね。まあ、バレンタインも近いので、うん、好きな人とかにもやっていただけたらなって思います、ね。そうだね、恥ずかしい人は喋りたくないもんね、うん、あ、言った方がいいよ、そういうの。お前のこと好きだからよ、喋りたくねえ。鎖骨にキスマ、うん、仲良くなれねえ。ジニー、ウォーカー、ヘッマグネ。じゃあ今からイヤホンガンガンにしておくので、皆さんに何を伝えるか、うん、あの、言っといてください、うん、はい、ではウランに伝えたいことを、言います。私はウランにいつか公衆トイレ巡りをしようということを伝えていきたいと思います。いいよ、はい、はい、それでは口は動かしちゃダメで。ごめん、なんでそのこうやってかいのガンガンゴーだから。ああ、いつでも君と一緒にガンガンゴー伝えるよ。え、私は願うあなたにケツ突き出すなと思った。あ、おならおならしながら歩くな、それを願うの。キスの最後にそれが好きなのか。うちのおならが好きなの。じゃあもう一回行くね。私、え、なんで見た、わかんない、なんでうちらいつも通じて、なんで今日だけわかんないの。早く、何うちは終わりなの。エアはうちがおならをしながら歩くのが好き。待ってる、ちょ、おならしながら歩いたことないよ。じゃあ答え言うね、はい、いつか君と一緒に公衆トイレ巡り。わかんないじゃん、そんな。しかも何っていうこと、ん、いつかやっぱ劇団っぽいの入っちゃうんだよね。宝塚っぽいね。もっと宝塚だからさ。バカにしてんのそれ。え、じゃあ紅桜って言ってる。マニアックだった。名前食べる。え、いつもさ、結構飛行機で空飛んでたりしてる。はい、次、裏ね、はい、何がいいかな。ちょっと悪口にする。悪口にしようかな。でもね、悪口言うとこないから、シンプルに好きっていうのを伝えたいと思います。 OK です。結構長いかも。大丈夫。テレパシーの天才って言われた。すべてはいきます。私は全てのものを、たくさんのものを、これくらいのものを、あなたに数えきれないくらい眠いなわ。なんちゃって。あ、あれ見て、ダメ、それは。あ、こっちもダメ、あっちも、オッケー。あなたも、うん、丸い。あなたは1個しかない丸さ。私はおっぱいが垂れ乳。いいね。あ、オッケー。じゃあ最初から言ってみて。
たくさんの人の中であなたに出会って、あなたはたくさんの中で一人ぼっちで丸い、私は心臓が痛くてそして垂れてしまう。あ、地球が回ってもあなたは一人ぼっち。合ってるか分かんない。せっか、結果は好きなんでしょ。うん、うん、終わり。